皆さん、こんにちは。筑波大学のアランヤです。このビデオがプログラミングチャレンジ第9回、キカ。で、このビデオでは、突通法についてお話しします。では、皆さん、今回最後のビデオで、プログラミングチャレンジのキカ問題によく出てくる、突通法のアルゴリズムを紹介したと思います。突通法アルゴリズムに行く前に、ちょっとポリゴンについてお話ししたい。ポリゴンが、幾何の形で、線分のセットで、囲まれているオブジェクトと考えます。で、データ構造としては、アイディアとしては、ポリゴンを定義する線分の点をデータ構造で保存します。つまり、点のアレイになります。で、その点が、右回り、それとも、逆回り、左回りで、保存、相当されます。ですね。アルゴリズムの特別なケースを避けるために、最初の点を、そのアレイの最初とアレイの最後に2回保存することが多いです。ですね。例えば、この感じで、これは一つ、6面のポリゴンのデータ構造です。P はそのアレイで、ポイントのアレイとなります。で、入力で、11と31、91、12、4、9、7、17。で、最後に、11をもう一度、アレイに入れます。で、そのポリゴンのペリメーターを計算するために、ただそのすべての、線分の長さを足すことです。これは、ただのループで計算することができます。で、ポリゴンの面積が、なんていう、そのすべての、3つずつの点の四角を足して、で、逆回りの四角を、引く。ですね、それはそのデテミナントで、計算することができます。この関数でポリゴンの面積を計算することができます。では、よく知ったのは、そのポリゴンが凸であるか、凸の判定をしたいですね。コンケーブとコンベックスの判定をしたいですね。コンベックスポリゴンかって何かというと、その凸凹がないポリゴン等の定義。もう少し具体的に言うと、P1、P2 の2点、どの2点でも、その両方がポリゴンの中であれば、その2点の間の線分が完全にポリゴンの中に入っています。ですね。で、簡単な、そのコンベックスを判定するような簡単なアルゴリズムが、ポリゴンの3つずつの点を取って、その点をいつも右回りか、それともいつも左回りか。コンベックスの場合だと、そのカーブがいつも同じ方向です。途中にカーブの方向が変わると、ポリゴンがコンケーブだと分かります。ですね。ですので、このイースコンベックスがP アレイを足して、で、3つずつで CCW をチェックします。で、一番最初に右か回りかを判定して、で、その次はループします。あと、同じ関数で、P がポリゴンの中にあるかどうかをテストすることができます。ですね。それは、そのためにポイントを取って、そのポイントが、ポリゴンのすべての3点ずつがそのポイントの同じ回りになります。逆にすると、そのポイントがポリゴンから出たことが判定することができます。こんな感じです。これはコンベックスですね。コンケーブの場合だと、もう少し複雑な関数が必要です。あとは、ポリゴンをカットすることがありますですね。ポリゴンを一つのノードから抜けて、その残りのノードを、あと、新しいポリゴンを作りたい。そのために、まず AB、ポリゴンをカットする AB の線分を計算して、で、その A と B の、頂点を、点にして、で、その AB の右に一つのポリゴンで、AB の周りに、左にもう一つのポリゴンに二つにします。これはこの関数となります。
では、まあ、今回の一番中心にしたいアルゴリズムが凸法です。これはよくある問題で、ポイントのセットがあって、そのポイントのセットから、その凸法を計算したいですね。これはなんかエラスティックを考えて、そのラシックのポンってして、なんかこれはなんか凸法っていうアイディアです。で、アルゴリズムとしては、それポイントを層として、ポイントを一つずつ、その凸法にあるかどうかをテストすることです。それは、その一つの実装が、グラハン・スカンが ON ログ N で凸法を計算することができるアルゴリズムです。グラハン・スカンのアイディアが、まず、すべてのポイントを X 軸で層として、で、Y 軸で層とする。X 軸と Y 軸で層とした後に、一つずつ、なんか三つずつで計算してみることですね。まずはこの X アングル、なんかその角度で、ソートします。で、次は、そのソートごとになんかまず3つのポイントをポリゴンに入れて、で、すべて左回りはずなんですが、途中に右回りにすると前の点が凸の方に入ってないことがわかりますので、少しずつ戻ってくるです。ですね。まあ、ピボットして、で、どんどん、凸法で入れていきます。ちょっとシミュレーションしてみると、ここでシミュレーションしましょう。このグラハンスカンのアイディアがですね、ちょっと色、違う色にしましょう。まあ、この2つがあって、で、いくつかの点があります。ですね。で、その点が、X 軸に対しての角度で相当します。だから、ここは0、ここが1ですね。で、ここが、2。あ、で、まあ、これにしましょう。じゃあ、まず3つポイントを取って、で、次のポイントを取ります。次のポイントを取ると、これが左回りで。で、次のポイントを取ると、このポイントは右回りになりました。右回りになったので、前のポイントが凸法に入ってないと分かって、戻って、じゃあこの次このポイントを使いする。で、ここにいて、あ、また右回りになりました。で、2回戻って、次はこのポイントを凸法に入れる。で、次このポイントを凸法。あ、実は次はこのポイントですね。次このポイントを凸法に入れて、で、ここを入れると、また右回り。で、2回戻りますね。これはポップ。ということですね。このループが、今このループを説明してます。ですね、このループ。で、2回戻って、ここにいて、あ、まだなんか右回りで戻って、で、ここ行きます。で、ここは左回り。で、ここ行くと右回りになったので、戻って、ここ行きます。で、次はここ行きます。で、このポイントはまだ行ってないから、次このポイント行って、で、これはまだ右回りで、もう1回戻って、ここへ行って、で、ここ行くとまだ右回りになったので、で、ここ行って、凸法が計算できました。まあ、これはさっきのアルゴリズムです。ポイントを角度で相当して、で、3つずつで、ポイントを凸法に入れてみることがあります。まあ、ちょっとなんか長いんですが、まあ、このちょっと長いアルゴリズムになりますが、これを勉強することはとても便利です。なんか今回の、まあ、JH の問題が、まあ、凸法に関係する問題となります。はい。じゃあ皆さん、これで、今回のプ
ログラミングチャレンジのフィードがありました。皆さん、今回の課題を頑張ってください。